はい、皆さんこんにちは。今日もこの本を一緒に勉強しましょう。今日はこの本の23課を一緒に勉強しましょう。23課で勉強するのは、一つは時 see how、 もう一つは東です。早海ゲイシーゲ文系1です。図書館で本を借りるときカードがいります。時ちみんはい、動詞の普通形、いい形容詞はいい時、だな形容詞はな時、名詞は名詞の時です。例えば、いい形容詞、調子が悪い時、すぐ病院へ行ってください。な形容詞、暇な時、いつも本を読んでいます。名詞の時、私は学生の時たくさんアルバイトをしました。いなの覚えてね。それから動詞の普通形、だからさっきは借りる時だよね。あとはないも大丈夫だよ。わからない時、先生に聞いてください。あとはたも大丈夫。うちへ帰った時、ただいまと言います。なかったも大丈夫。昔お金がなかった時、お母さんに借りました。はい、2番目のグラマーです。このボタンを押すとお釣りが出ます。とはザオハイね。ザオハイの前は何？動詞の辞書形、これだけ。押すと、そう、リコグラマーレホドシートハイコンストラクションティムヨンレティムホイレ。例えばまっすぐ行くと左にコンビニがあります。これを回すと音が大きくなります。インストラクションね。あとはインストラクション以外でも、日本人の友達をたくさん作ると日本語が早く上手になります。お酒をたくさん飲むと、なんだろう、眠くなります。はい、それではクエスチョンです。あなたは暇な時いつも何をしていますか？教えてください。